はい、どうもひこもんです。皆さんは背びれゲットしましたか？私はまだです。ぼんやりしていたら最終日になってしまいました。そしてね、落とし鳥もまだゲットしないんですよ。で、落とし鳥のレイドしに行こうと思ったら、なんと影が出てます。ここ行きましょう。ちょうどね、落とし鳥に近い場所です。これからね、本腰入れて探そうかと思ってたらね、いきなり出るっていう。ちょっと動画的にはね、美味しくないんですけど、まあいいでしょう、撮っちゃいましょう。さすがにね、これは見過ごせないです。多分本腰入れてね、ずっと自転車で回ってればね、見つかるとは思ったんですけどね、まさかここで出るとは。あとね、ついでにピンクのね、豚も探そうと思ったんですよね。まあピンクの豚はまた今度でいいでしょう。とりあえずは未登録の新ポケです。その後落とし鳥、ここで消えてくれても面白いんですけどね捕まえられたか捕まえられたで。なんというタイミング、いきなり出ました。色違い貯金溜まったんで、もう少しで出そうだなと思ったんですよ。まさかここで出るとは。ゲットです。そんでもってこの先です。この先行きます。もうピンク豚には用がなくなった。ゲットして OK です。これでもうあと2つ達成すれば OK です。あ、そうだ、切る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 、危ない危ない、切りました。ゴープラプラがゲットしちゃうとこでした。ゲットはしないと思うけど、逃げられちゃうとこでした。てなわけでね、ここから探っていきましょう。この辺ですね。あ、いましたいましたいました。タップ OK です。これ逃げられちゃなんねえです。金釣りでいくか。ほい、 OK、 グレート、くるんくるんくるん、セビエゲットです。やりました。評価は、ほい、セビエってこんな感じなのね。で、次はあっちです。落とし鳥、一人で倒せそうなんでいいですね。では落とし鳥いきます。落とし鳥ではいきます。電気タイプです。電気タイプ、鉄格屋と同じですね。せっかくなんで一人討伐します。最終日なんで参考にならないですけど、一人で倒せるぞってところを見せます。そんな数出てなかったですよね。一人の時に準備 OK したいな。まさかこんな計画通りに行くとは思わなかったな。計画通りっていうか、これから始めようって時に全部達成しちゃいました。時刻は7時59分、もろに通学時間帯です。怪しまれないように装います。5、4、3、2、1、0、スタートです。では落とし鳥ソロ討伐チャレンジ。タイプは飛行と悪ですね。まあ、電気で OK でしょう。お、なんか結構硬いぞ。大丈夫か？大丈夫なのか？いや、ゲージ技で結構削れる。落とし鳥は何なんだ？コウノトリみたいな感じがするな。新しく加わったポケモンの、ね、名前がもうすっかり覚えられなくなってきました。年を重ねているからだろうか。年々覚えづらくなってる。この落とし鳥もね、何回も確認してます。おそらく動画で言っていけば覚えるんじゃないかなと思いますけど。お、黄色になりました。勝てそうですね。いや、勝てんのか。落とし鳥っていうのはつまり何か落とすのかな。早朝なんでね、公園に人がいないのが良いです。56秒残しで勝てました。余裕でした。 CP は1394。レイドバトルで60回勝つ、今19です。結果画面5、ボールは13球。これゲットしないとお話にならないです。ゲッチャレンジ、色違い、もうシャイニーです。さすがにここで色違いは来ないか。
出たら超ミラクルなんですけどね。おい、OK、グレート。くるん、くるん、くるん、ゲットです。図鑑登録、計画通り。さて評価は、デケデン。てなわけでね、最終日ダンダンダンってきました。グルトはね、かなりミラクルでした。キャンプファイヤーでお年寄りのレード見つけて、そこ行ってこれからセビエを探しますって言って、でその探す途中でグルトをねタップしてって色違いを探そうかなと思ったんですけど、全てがねうまくいってしまいました。トントン拍子ですね。グルトンだけにね、まさにトントン拍子です。うまいこと言ったな、ヒクボン。もうね、グルトンの飴も1020溜まってます。結構タップしてます。というかですね、このイベントが始まるときにね、色違い出ちゃったんですよね。ウリムややこま、ここでね色違いトビンをね放出しちゃったんですよね。でしばらく貯めました。幸いね、新服でね色違い実装してないやつだったので、そこでね色違い貯金がねどんどん貯まりました。で家でねグルトンタップしてればね、そのうち色違い出るかなと思ったんですけどね、出ませんでしたけど、ここで出ました。ここに来る途中結構捕まえてますね、ブイゼル。危なかったな。ほんと今日最終日、トントン拍子にうまくいきました。やりました。